さ、みんな準備してない、何してんの。松田君、今から教えるから。今からね、席の番号とか教えていくから。ここはね、7番さん、8番さん、10番さん、11番さん、12番さん。で、ここまでが、16番さんだから。お客さんが、食べ終わったら、食器をまとめて、で、それを、洗い場の方に持っていきます。これが最初の仕事です。で、お客さんが帰ったら絶対に挨拶です。ありがとうございました。お客さんが来たらいらっしゃいます。これをしっかりやっていこう。飲食店はね、こういう仕事が、まあ、基本中の基本になってくるから、まあ、面倒くさがらずにね、しっかり一緒に元気よくやっていこう。よし、よし、よし、あ、オッケー、これでオッケーです。はい、オッケー、以上オッケーです。オッケー。みんな準備してもらう、何してんの、手伝って。バズラッコ、まあ、今吉田さんにも畑山からもいろいろ教えてもらったと思うけど、自分からもっともっと率先して仕事をやっていかないとあかんで、まあ、もうずっとダラダラしてると気合い入れてくれ。